チャールズ・ヒューバート・パリー初代、順番シャクサーチャールズ・ヒューバート・ヘースティングス・パリーは、イギリスの作曲家、教育者。ミドルネームのヘースティングスにあたる部分は英国でも、H と略記することが一般的である。ウィリアム・ブレイクの死に曲をつけたせいか、エルサレムが有名となっており、BBC プロムスの最終夜で必ず演奏されるなどイングランドで国民的に愛されている。 ボーンマスにある聖火のブループラーク1848年、ハンプシャー州ボーンマスに生まれ、その後グロスターシャーに育った。イートンカレッジとエグゼスターカレッジで教育を受け、シュトットガルドで英国人作曲家のヘンリー・ヒューゴー・ピーアソンに、ロンドンで作曲家、ウィリアム・スタンデール・ベネットと、ピアニストで音楽シアのエドワード・ダンロイターに支持する。 最初の主要な作品は1880年に作曲されたピアノ競争曲とシェリーの詩による合唱曲今しめられたプロメテウスである合唱曲今しめられたプロメテウスの初演によってイギリス音楽のルネサンスが始まったと言われるがオード・ブレスト・ペア・オブ・サイレンスの方が成功した作品でありこれによってイングランドの指導的な合唱曲の作曲家という 評価を得た。一連の合唱曲の中で、最も成功した作品は、セイセシリアの日のオードやオラトリを、ユーディット、呼ぶ、四辺小、深き淵より、カンタータ、ハーメルンの笛吹きである。この時期の還元楽曲は四つの公共曲のほか書かれざる、悲劇への助曲、ブラームスへの愛か公共的変装曲がある。1884年、王立音楽大学の教員となる。 1894年、学長に任命され、その後生涯その地位にあった。1900年、ジョン・ステイナーを継いで、オックスフォード大学音楽科の教授に就任する。後期の作品では6つの倫理的なカンターの連作があり、その中で伝統的なオラトリオやカンタータの形態を乗り越えようとしたが、聴衆からは好評を得ることができなかった。しかし、 エルガーは生命の幻影に称賛を惜しまず、魂のあがないは近年になって数回演奏されている。1908年、医師の助言でオックスフォード大学を辞任し、その後いくつかの最も優れた作品を書き上げた。当時の主な作品は公共的幻想曲、高単祭のオード、エルサレム、別れの歌が挙げられる。1914年の公共誌、 死から名前は持続力にかけやや散漫である。パリーはワーグナー夫妻と個人的に親しくロンドンにおけるワーグナーの代弁者とみなされていたが作曲家としては主にバッハやブラームスに傾倒した。ブラームス風の明快な火星、構成をもとにしつつも力強く全音階を突き進む戦術様式はエルガーやボーン・ウィリアムズに影響を及ぼしている。 作曲家としての完全な成長は、あまりの激務に取り組んだために、確かに妨げられはしたが、教師や学校管理者としての能力は言うまでもなく、そのエネルギーとカリスマ性によって、イギリスの文化的生活の中心に音楽を打ち立てる上で大きな力となった。詩人のロバート・ブリッジズと共同制作に取り組んだほか、音楽に関する数々の著作や論文を表した。 音楽芸術の進化ザ・エボリューション・オブ・ザ・アート・オブ・ミュージックや、オックスフォード版音楽史、JS バッハ研究などがある。ありがとうございます。